時刻は5時半を回りました。つながるラジオの時間です。お相手は松山秀和です。どうぞよろしくお願いいたします。この後6時までの約30分間、最後まで皆様ぜひお付き合いください。この番組はみんなとつながる広がるをテーマに、青森県の津軽からお届けしてまいります。はい、ということで今日はですね、9月の24日の日曜日5時半です。さあ、もう9月も終わりの日曜日になりましたね。いやー、本当に暑い9月でしたけれども、ようやく朝晩は皆様のところでもだいぶ涼しくなってきたんでしょうかね。え、本当にもう10月入るとね、もうさすがに30度超えっていうのはまあ少ないかな、何回かはあるのかなっていうところになるかと思いますけどね。はい、ようやく夏終わりがけを迎えそうな雰囲気ですね。はい、青森県はですね、もうすっかり秋めいておりまして、それでも日中の気温はですね、やっぱ30度超えることも、多かった9月でした。ここ最近の最低気温はですね、やっぱり20度を下回る、ようやく10何度台っていうのがですね、ちょっと出てきまして、朝晩はすごく寒くて起きる、そんな日を迎えております。はい。なんかね、本当にこう体が追いついていかないっていうか、ね、なんかまあ、コロナもね、ちょっと名前をまた新しい、何でしたっけ、ちょっと忘れちゃいましたけど、変わって流行り始めているということもありますし、インフルエンザは真夏にから流行っている、そんなニュースも聞きますのでね、この寒暖差の激しさにちょっと体やられないように皆様ぜひお気をつけくださいね。はい、この番組ではメッセージも募集しております。メールアドレスは797@fmkino1.com、すべて小文字です。797@fmkino1.com です。あと YouTube ですね、でもこちらはオンエアというかですね、アーカイブとして見ることができますし、リスラジ、マイチューナラジオ使っていただきましたら、オンタイムでも聞くことができますのでですね、ぜひ利用してみてくださいということです。あと、YouTube のね、今動画で見てくださっている方は、QR コードが画面上に見えているかなと思うんですが、そちら QR コードを読み込んでいただきましたらですね、つながるラジオ専用の YouTube チャンネルですね、FM 技能ワンさんとはまた別で設けておりますのでですね、そちらもよろしければチャンネルのご登録とか、まあいいねとかですね、していただけると、すごく励みになります。ちょうど9月の10日ぐらいにオンエアしたと思うんですが、エスコンフィールド、北海道のね、日本ハムファイターズの本拠地、今年からなりましたけど、エスコンフィールドに行ってみたっていう、まあ、回、お話をしているラジオ回がですね、先々週にオンエアされていて、YouTube にも上がってるんですけど、非常に多くの方に、見ていただいておりましてですね、ありがたいですね。北海道で、札幌で、現地で撮影をしてきたものをですね、ちょっとこう、解説じゃないですけど、ラジオ音源に載せて、YouTube はもちろん動画付きで、お送りしておりますのでですね、エスコンフィールドの中、どんな感じなのっていうのをご紹介している動画、ラジオになってますんで、ご興味ある方はですね、エスコンフィールド行ってみたっていうので、つながるラジオに、YouTube チャンネルの中にもございます。はい、ぜひご覧になってください。はい、それでは今日も始めてまいりましょう。どうぞよろしくお願いいたします。この番組は青森県弘前市で創業46年、弘前アルミ証券の提供でお送りいたします。ガラスが割れてしまった。内窓をつけたい。玄関ドアをリフォームしたい。カーポートを設置したい。家の中に手すりをつけたい。お家の困りごとは何でもお任せください。この道一筋の職人が皆様のお悩みに寄り添います。今なら窓のリノベーションが補助金を使ってできる可能性があります。
詳しくは弘前アルミ証券ホームページ、Facebook ページからお問い合わせください。はい、改めましてお届けしておりますのはつながるラジオです。お相手は松山秀和です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、冒頭ね、9月あっという間だったねってお話をしてましたけれども、私もこの9月をですね、今日はちょっと振り返っていきたいかなって、そんな雑談をしていきたいなってちょっと思ってます。はい、9月ですね、私結構いろんなところに行かせていただくことが多くてですね、ありがたいこと、まあ自分で言ってるやつもめちゃめちゃありますよ。もちろんね、行こうと決めて行ってるやつもあるんですけど、まあでもとにかくいろんなとこ行かせてもらったんですよ。9月の上旬に、札幌ですね。で、冒頭オープニングでも話したそのエスコンフィールドも行かせていただいて見てきましたし、で、札幌の市内もですね、まあちょろっと、見学レベルぐらい、まあ札幌駅前とか大通りのあたりをですね、ちょっとぶらついかせてもらったりしましたと。で、美味しいものはあんま札幌実は食べてないんですよね。昔々ですね、まあユニクロ勤めてた時に、その札幌市近郊に住んでおりまして、札幌に遊びに行くことが結構多かったんですよ。なので、その時に行きつけのラーメン屋さん、札幌の味噌ラーメンですよね。札幌の味噌ラーメン屋さんだったりとか、お寿司屋さんだったりとか、行きつけのお店が、あったんです、うん。で、今回もですね、この札幌行った時も、当然ですね、そちらの、味噌ラーメンがね、やっぱどうしても食べたくて、好きなんですよ、味噌ラーメン。で、どうしても食べたくて、そちらに伺ったんですよ。ご存知の方もね、いらっしゃるかもしれません。今も超人気店で、超有名店になっちゃいましたけど、ラーメン信玄っていうね、味噌ラーメンのお店があります。で、本店は石狩市っていうね、札幌のお隣の石狩市っていうところは本店で、すすきののちょっと、ど真ん中じゃないですか、少し外れの方にですね、支店というか、すすきのの支店があります。で、私ちょっと石狩本店までは、やっぱりなかなか遠くて行けないアクセスなんで、車じゃないといけないとこなんで、すすきの本店、すすきの支店の方に行ったんですけど、まあ、すごいですね。めちゃくちゃ並んでまして。すんごい並んでまして。多分これ平気で2時間近く待つんじゃない？もしかしてっていう並び列なんですよ。うん、で、一応ね、ほら、並び列は長いけど、ちょっと進み具合が早いケースもあるじゃないですか。だからそのパターンのあるなと思って、一応並んだんですよ。うん、で、並んだんですけど、まあ、15分ぐらいでちょっとこう進み具合を見ていった感じだと、あ、これはもう2時間コースだっていうふうに確信して、ちょっとですね、待てなくて、まあ、時間もちょっとなくて、まあ、泣く泣くちょっと先生に脱をしました。僕がその当時、まだ20代の頃でしたけど、同じ場所同じ店ですよ。すすきののお店にも行ったし、石狩本店にも行ったんですけど、まあ、地元のね、まあ、知ってる人はちゃんと知っているみたいな、地元の人に愛されているお店っていうようなラーメン屋さんだったんですよね。で、今は多分ね、観光客の方とか、あと海外のお客様とかもね、おそらくいらっしゃってるんだろうなって思いますね。めちゃくちゃすごい、もう大盛況ぶりでした。そんなこんなでね、まあ、札幌にも行かせていただいたのが上旬と。で、次に行ったのが、秋田市ですかね。その次の週ぐらいかな。秋田市に行かせていただいて、まあ私、青森県にね、今住んでおりますので、秋田県っていうのは、まあ、お隣の県になるわけなんです。で、まあ、だったら結構交流行き来ってあるんじゃないの？ちょっと思われがちかなと思うんですけど、秋田市の方にね、実は伺ったんですけど、秋田市になると青森県の県境と秋田県のね、その県境のところからすると少し離れるんですよね。で、電車、普通電車、鈍行電車で、やっぱ2時間半ぐらいかかるんですよ、秋田市内までって。
特急だともうちょっとね短いんですけど、それぐらいの距離感なので、なかなかちょっとなんですかね、よいしょって感じじゃないと、機会がないといけないっていうような場所だったんですよ。なんで何を隠そう、私も実は初めて秋田市に、きちんと訪れたという記憶なんです。通ったことはね、車で通ったことはあるんですけど、ちゃんと降り立って、なんかこう、少し観光したみたいなのは初めてで、うん、で、秋田の方にですね、まあ、ある人とですね、お会いさせていただく約束があってですね、うん、行きました。でその中でも秋田県の中にですね、地元のスーパーさんがあってですね、で J マルさんっていうスーパーマーケットさんなんですけど、でそちらにちょっとお伺いをしたんですよ。うん、ちょっと売り場見学じゃないですけど、ちょっと拝見させていただくっていう風なちょっとお約束をさせてもらってですね、そのJ丸さんにお邪魔をしたんです、お店の中にですね。でまあスーパーマーケットってね、まあ、もう本当に一般的なスーパーマーケットなんですけど、驚くべきポイントっていうのがね、この価格なんですよね。価格めちゃくちゃ安いっていうですね本当にびっくりしました。でもニュースでね、こうつけたら、まずもう値上げのニュースがもう飛び込んでくるような、そんな時代じゃないですか。ね、ガソリンも180円だっていう、そんな時代に、この値段でやって大丈夫ですかっていう、驚きの値段のオンパレードなんですよ。で、具体例を挙げますとですね、まあ、お惣菜で言うとお弁当ですよね。お弁当。カツ丼とか、あとは海苔弁とか、本当にたくさん種類があったんですよね。うん、2、3種類とかじゃなくて、もっともっとたくさんこう豊富な種類があって、そのバリエーションが豊かなお弁当が、お値段299円なんですよ。299円ってね、マジでびっくりしました。で全然あれですよ。ミニサイズとかじゃないですよ。普通のお弁当のサイズなんです。で、ちょっと私みたいに、食いしん坊がちゃんと食べたらお腹いっぱいになる量なんですよ。絶対。それぐらいの量で、ちゃんと299円。こう驚きです。これぜひね、皆さん、ツイッターね、旧ツイッター X、現 X。なんか最近こういう言い方しますよね、皆さんね。X、旧ツイッターですね。で、J 丸秋田県とかで、ね、調べてみてください。いろんな画像出てきますんで、マジでこれ299円なのっていうお弁当の画像も出てきますんでね。ぜひ見てみてください。あとは安かったなぁと思ったのはね、パンですね、パン。自分たちでこう焼いていらっしゃるパンなんですけど、それが、値段がね、こう均一の値段なんですよ。110円。パン110円ですよ。小麦高いとかって言ってる時代で、110円均一なんですよ。これもね、もうびっくりしましたね。で、中にはね、120円のやつとか、130円のやつも、あるはあるんですけど、それでもめちゃめちゃ安いですよ。よくあるじゃないですか。なんて言うんだろうな。食パンを切った食パンの上に目玉焼きが乗ってるような、なんか黒なんとかクロックみたいな、そんな名前のパンあると思うんですけど、あれって普通に僕のね地元のスーパーなんか行くと下手したら200円近くしたりするんですよ。180円とかだと全然普通で、下手すら200円ぐらいかかっちゃうかなぐらいの、まあ、惣菜パンなんですけどね、それもね、130円で買えるんですよ。もうね、もうずっと1時間ぐらい売り場見学させてもらいましたけど、もうずっと安いな、みたいな。めちゃめちゃ安いなっていう、そんなことをずっと言ってましたね。あれはね、もうすごい、もっとね、多分人気に有名になっていくだろうなっていうふうに思います。ぜひ沖縄の皆さんもね、三栄とかね、皆さんの沖縄なんかは有名なスーパーなのかなと思うんですけど、
ちょっと沖縄にはありませんが、チェイマル、ちょっと覚えておいていただければな、というふうに思いますね。うん。で、秋田でね、あともう一個印象的だったことは、まあ、食事なんですけどね、そのスーパーを見学した夜に、まあ、仲間とですね、お寿司屋さんに行ったんですよ。うん。で、これ私人生で初めてなんですけど、カウンターのお寿司屋さん、うん。なんだったらカウンターのお寿司屋さんじゃなくても、カウンターしかないお寿司屋さん、初めて行ったんですよ。で、座席も4席限定っていうね。やばくないですか？この4席しかないっていうね。完全予約の4席しかないっていう、お寿司屋さんに行かせていただきました。秋田市内のですね。で、まあやっぱりすごい、まあまあのお値段ですよね。自分でこんなに値段でお寿司を食べるのは初めてだわと思いながら、ちょっとドキドキしながらね。もう、握ってもらうのも完全お任せで、どんどん出てくるみたいなね。そういうお寿司屋さん初めて行かせていただいて。まあ、この年になって、40過ぎであって初めても、ちょっと遅いデビューなのかもしれませんけど、行かせていただきましたね。んで、まあそこのね、やっぱお寿司が、これは美味しくてですね、とっても美味しくてですね、で、まあ、いろんなね、ネタが出てきたんですけど、中でもとっても印象的だったのがね、もうウニですよ、ウニ。これがね、正直言うと私、あんまりウニとか、実はあんま食べないんですよ。うん、カニとかウニとかね、ちょっと高めのやつはあんま食べない傾向にある、安上がりな人なんですけど、あんま好んではいかない派なんですけどね。こう出てきたものなので、食べさせていただいたら、あ、これウニってめちゃくちゃ美味しいんだなって、もう本当に心の底から思えた。もう口の中に入れた瞬間に、こうウニのね、一気にこうスープになるみたいな感じですよね。口の中で。スープになって、あと軍艦巻きなんで海苔があるじゃないですか。で、ちょっとここをね、回るお寿司屋さん系行くと、海苔がね、こう最後まで、ちゃんとしっかりと残ってくれるというか主張してくれると思うんですけど、そこのウニはですよ、ウニ軍艦はウニをまず食べたらウニがまずスープになって、でそれと同時に海苔がね、こうほどけていくような、うん、こう一緒にこうとろけていくような感じですよね。なんか噛まなくても口の中のこう体温とだけでこうほどけていくみたいな、そんな感じで、ご飯か絡まっていくみたいなね、すんごい美味しかったんですよ。今こう言っててもすごい、また3回目の美味しいぐらいな感じのめちゃくちゃうまかったなぁと思うのが、やっぱ日本海側のね、ああいうやっぱ海沿いの町っていうか、海に面してる県ですから、やっぱ新鮮なものがすごい多いんだなぁってね、青森県ももちろんね、海に面してはいますけど、ちょっとやっぱ取れるね、お魚が少し違ったりなんかもしますからね。うん、秋田市、すごくこう、いい出会いもあって、そういう、お寿司もね、食べられて、で、もちろんちょっと少しだけこう、秋田の竿燈祭りってね、そういう、ちょっとこう、提灯をこう、竹の竿につけて、持ち上げる、ね、演技をするというか、演舞をするみたいな、そういうお祭り、8月にやってますけど、それのこう体験感みたいなのもね、ちょっと活かしていただいたりなんかして、すごいなんか秋田ってお街がね、結構城下町で、なんか落ち着いたいい街だなっていうふうに思いました。だから2週目が秋田に行かせていただいて、で、その秋田が終わって、すぐに、もう、東京に行ったんですよね。で、これもちょっと人に会わせていただく予定があって、東京に行ったんですけど、やっぱりちょっとコロナでね、ズームだとか、やっぱオンラインだみたいな出会いが多かったのと、あとは直接ね、前の仕事でお世話になった方々にちょっと東京では会ったんですけど、その時はやっぱりリアルでね、もちろん会ってた人たちなんですよ。コロナ禍だったけどね。会ってた人たちなんですけど、
っかりこう離れてね、私も青森帰ってきてからは、お会いする機会がやっぱちょっと減ってしまってたので、一緒にですね、ちょっとお話、久々に緊急報告でもしましょうよっていうことで、お誘いさせていただいてですね、二人の方とですね、ちょっとお会いして、ご飯、コーヒーちょっと共にしました。やっぱりね、いろいろ札幌、秋田、東京とね、やっぱ全部共通するんですけど、直接やっぱ会うっていうことのこう価値っていうのも、やっぱすごくいいなと思いましたね。なんかくだらない話をしながらもですね、この2年間、お会いできなかった2年間、どんなことがあったのかっていうことをね、ちょっと話したりするっていうのもそうだし、なんか一緒に笑い合ったりとか、その当時のね、働かせてもらったりとか、仕事でお世話になってた時の、当時の思い出話にちょっとこう、思いを馳せたりとかですね、やっぱオンラインでもできるんだけど、やっぱリアルの空気感っていうのが、やっぱり違うもんだなってすごく思いましたね。まあ、今は直接的なこう仕事の関わり合いっていうと、まあないんですけど、それでもこう当時のね、お世話になったよしみで、時間をね、割いてくださって、そういうなんかお会いしてくださるっていうのは、本当にありがたいなっていうふうに、思いましたね。本当はなんか東京にせっかく行ったんでね、もっといろんな人にちょっとお会いできたらいいなぁなんて思っていたんですけど、ちょっと今回は、少し出く時間がね、余裕がなくて、まあまたね、機会を設けて、東京は行きたいなって、そんな風に思ってますね。で、東京そこに、行った後はですね、自分で行ったんじゃなくて、来てくださった、青森県にね、わざわざ来てくださったっていうパターンでして、実はFM 技能はね、ラジオパーソナリティでもやってらっしゃいます、柴田美希さん、コスパのすすめっていうね、水曜日の、夕方6時半からの番組をね、ご担当されてらっしゃる、一級建築士、空間、コンサルタント、心理コンサルタントのね、柴田美希さんがね、わざわざ、お住まいの兵庫県の方からですね、こう、遠路はるばる、青森県の方までお越しくださって、ね、本当にありがたいことですね。もう本当ありがたいです。ね、お前が行けよって話なんですよね。本当すいませんって感じなんですけど、ね、で、もともとやっぱり建築士さんだったっていうことで、こう、建物にすごくこう興味をね、お持ちなんだなーっていうのもね、ちょっと半日ぐらいですけど、少し、アテンドにもならないアテンドで、ドライバーぐらいしかしてないですけど、ちょっと一緒に行動させてもらってね、ちょっとお食事なんかもさせてもらって、お話いろいろさせていただいたんですけど、やっぱりこう、建物に対するこう愛着心というか、見るポイントっていうのがね、やっぱプロの目線なんですよね。だからそれすごいなと思いました。これってこういう風にして、どうしてこういう風になってんだろうとかっていうの、僕なんか全然疑問に思わない。ただのこう、歴史的な趣のある建物だなみたいな、それぐらいのものがですね、やっぱ構造で入ったりとかね、素材とか、そういうね、から入っていくっていうのはやっぱすげえなーと思いながらね、思いましたね。で、夜はちょっとこう、津軽の郷土料理っぽい店もね、ちょっと行かして、一緒に行かしていただいたりなんかして、すごく楽しい時間をね、過ごさせてもらいました。ね、本来は柴田さんね、私は青森県の弘前というところに今住んでるんですが、弘前だけじゃなくてね、青森市とか、あとちょっとこうお隣のね、市町村になりますけど、白神山地っていう世界遺産がね、ブナの原生林が残っているっていう世界遺産に認定されている場所もあるので、そういうところも見たいなぁなんておっしゃってたんですけど、結局3日間ぐらいね、滞在してくださってる中で、ほとんど弘前市で回ってくださったと。で、それくらいなんかね、弘前っていう街は魅力的だって、ね、もう何度も何度もおっしゃっていただいて、で、私もやっぱ帰ってきた当初っていうのはね、こう、何にもない街だなぁ、みたいなことで、弘前っていう街を出て行きましたけど、二十数年ぶりに帰ってきた弘前って、あ、結構いいなぁ、なんていうふうに
思ったんですよね。でもこう具体的に何がいいかってなると、やっぱりこう生まれ育ったところの風景とね、変わってないところもたくさんあるんで、何がいいかなみたいな、こう人が少なくていいなみたいな、そんな感じだったんですけど、まあ、柴田さんがね、いろいろこう建物のことをね、教えてくださったことで、あ、そういう価値ってすごくあるんだっていうね、もう弘前、地元民ながらやっぱ弘前の街を再発見できた。うん、そんないい機会にもなりましたね。うん、やっぱり何ですかね、こう自分自身のこともそうですし、自分が住んでいる街のこともそうですし、意外と目の前にあるものっていうのがね、なかなかこう、良さとか、その価値っていうのにね、地元の人とか、もう当事者である私たちが、やっぱり意外と気づけないもんなんだなって痛感しましたね。やっぱりこれ見つけてもらった方がね、やっぱ早いんだなと、本当に思います。うん、なのでね、もうなんかこの9月っていうのは、久々にちょっといろんなところに行ってみた、いろんな人に会わせていただいた、そんな9月になりました。はい。ということで、エンディングの時間になりました。はい。毎週日曜日、5時半からは、つながるラジオをお届けしております。私の、動画でご覧いただいている皆様ですね、QR コードを画面上に出ております。こちら QR コードを読み込んでいただきましたらですね、いろいろ私にまつわる情報が出てまいります。毎日ですね、情報発信もさせていただいておりまして、まあ、日頃感じたこととか、考えたこととか、今やってるお仕事のこととかですね、まあ、いろんな切り口で、ちょっとですね、情報発信させていただいておりますし、いろんなセミナーなんかもですね、講習会みたいな形でですね、デジタルのこととか、動画編集のこととか、ちょっとね、こう、なんかとっつきづらいことをね、わかりやすく説明する、短い時間でちょっとわかっていただこうかな、みたいな、そういうセミナー講習会もね、やらせていただいております。そんな情報も合わせて、Facebook ノートの方にはですね、記載させていただいておりますんで、ぜひご覧いただければな、というふうに思います。はい。ということで、9月もお聞きくださってありがとうございました。また、10月も、元気よくお会いできればと思います。それではまた来週お会いいたしましょう。失礼いたします。